皆さんこんにちは。さあ本日も、キーパーグローブラジオプーマ編ということでやっていきたいと思います。まあその前にですね、前回前々回と、ナイキ、アディダスのグローブを紹介していったんですけど、思いのほか皆様からの反響が多くてですね、まあ、3000回ぐらいの、再生回数を取らせていただき、本当に、ね、皆さんありがとうございます。もうね、何も購入してないとか何も紹介していないのにね、こんなに多くの方に見ていただけるとは、思っていませんでした。本当にありがとうございます。ということで今日は、引き続き第3弾プーマ、やっていこうと思います。今回はサイトなどは見ず、まあ、僕が喋って、そのグローブについての画像をちょっと出しながら、紹介していこうと思います。はい、まあね、ラジオ感覚で、引き続きご視聴ください。まずね、プーマのグローブといえば、まあ、現行のモデル、プーマウルトラグリップ1、プーマフューチャーグリップ、あとは数は少ないですけどプーマキングが、出てるのかなという、まあ、3種類主な、ラインナップとなります。まあ、その中でね、まあ、1があったり3があったり、また、カットが違ったりっていう、ところはありますけど、まあ、主要なモデルはその3つということになりますね。主な着用選手、まあ、日本代表で言ったら川島英二選手、シミット・ダニエル選手、まあ、そのあたりが、あとは東口選手ですとか、まあ、多くのねキーパーが着用しているイメージがありますね。まあ、多くのプレイヤーがプーマのグローブを、それもね結構昔からグローブに力を入れている、ゴールキーパーに力を入れているというイメージがあります。はい、でそれで言うと、まあ、プーマは最近ですねサッカーにすごい力を入れているようで、まあ、ネイマールを獲得したりですとか、まあ、日本で言うと三笘薫選手がプーマのスパイクを着用していたり、小林優選手が着用していたりなどと、まあ、最近ねどんどんね契約をナイキから、プーマに移動する選手が増えてきています。まあその背景にあるのは多分ね、ナイキがサッカー選手に対するその支給とかスポーツ選手に対する支給っていうのをちょっとねやめて契約を整理してきたっていう点もありますし、まあ、プラスね、まあ、プーマのモノ作り、スパイク作りがとても良くなってきた、そしてプーマが、先ほども言いましたがサッカーに力を入れ始めたということも、あると思います。少し話が、それてしまいましたが、プーマのグローブしっかりと見ていきましょう。まずはプーマウルトラグリップの1ってやつですね。こちら、まあ、多くのほぼ多くの選手がこちらを着用しているのかな。まあ、川島選手だったりとか、まあ、ピックフォード選手こちら、着用しています。で、プーマウルトラグリップには、パームが2種類ありますね。レギュラーカットのパームと、まあ、今画像出てると思うんですけどレギュラーパームのモデルと、あとはハイブリッドカットって言いますか、あとはハイブリッドカットっていう、モデルで、ネガティブカットとロールフィンガーが一体になってる。親指、人差し指と小指が、ロールフィンガーで、真ん中がネガティブカットっていうグローブで、こちらはよりねフィット感を追求した、グローブになってると思われ、このグローブもねかなり、着用してる選手多いんじゃないでしょうか。そして、まあ、こちら今プーマウルトラグリップを紹介しましたが、もう一つの、主要なラインナップ、プーマフューチャーということで、こちらはですねリストバンドがない、モデルになってますね。ベルトがないモデルで、ニットになってるのかな、手首のところが。それでフィット感を高めているというね、グローブになってて、かなりタイトな、作りになっているんだと思います。ちょっとね個人的には着用したことがないんですけど、まあイメージで言うとアディダスのプレデタープロとか、まあそのあたりに近いんじゃないかなと、思います。まあねグリップもちょっと違うようなんですけど、なんかまあ特殊なグリップで、多分相当ねこれは、粘り気があるグリップなんだと思います。でまあね、よく4ミリパーム4ミリパームっていう話を聞くと思うんですけど、まあ、大体多くの、まあ、高いグローブといいますか、高級なグローブは4ミリパームが使用されています。でも皆さん結構ありませんか、あれ同じ4ミリパームなのに厚さが違うとか、あれ3ミリパームって書いてあるけど本当はこっちの方が厚いんじゃないとか、皆さんそういう経験ありますよね。それって何が違うかっていうと、4ミリパームっていうのは、あの皆さんがよく見るスポンジの部分、グリップの部分、よく穴が開いちゃったりするあの部分のことなんですよ。でその内側にクッション材があるかないかでキーグロの分厚さ結構変わってくると思います。例えばまあピンとくる人来ない人いるかもしれないですけど、まあ、アディダスのプレデタープロで言うと、アディダスのプレデタープロ普通のやつ、そしてアディダスのプレデタークラシックってやつ、こう2種類あると思うんですけど、着用したことがある方は分かるかもしれませんが、片方は分厚く片方は薄い、ただ、4ミリパームなのはどちらも変わらないというグローブです。さあこの2つの違いというのが、先ほども言った、
中にクッション材が入っているかどうか、クッション材が入っていることによるプラスの要素とすれば衝撃吸収率が上がったりとか、まあ、痛くないという点が挙げられますが、まあ、逆に言うと直接キャッチした感覚、素手の感覚がない、クッションが入ったちょっとね分厚くなって、グローブの中がゴワゴワしてしまうという欠点があります。逆にクッション材がほとんど入ってないグローブですと素手感覚でキャッチできるとか、指が動かしやすいとかっていう特徴があり、まあ、逆に言うと、シュートの吸収率が少し落ちるのかなというふうに個人的には思います。個人としては、昔の形、クッション材が多く入っているグローブの方が好きです。まあ、手が大きかったり握力があるっていうね、キャッチが上手い選手は、あまりそういったパーム、余計なものが入っていないただの 4mm パーム、クッション材が少ない 4mm パームを着用する人が多いとは思いますが、まあ僕自身ねちょっとね現役を引退したりなどして握力などなくなったり、まああとはこう手がそこまで大きくないということで、うまくつかめないのでクッション材が入っているグローブの方が個人的な好みです。まあね、結構これに関しては、まあ、プロの選手でも結構意見分かれると思うので、まあ、どっちがいい悪いっていうのはもう自分に合うグローブで、決めるべきだというふうに思います。さあというわけで、今フューチャーを紹介してきまして、話がずれてしまいましたが、フューチャーグリップ2だとこちらまた違うパームでありカットも、変わってきますね。このカットは何て言うんですかね、セミガンカットっていうアデダスでいうところのハイブリッドカットみたいな形状になっていって、指先はロールフィンガーなんですけど中指と薬指のところはレギュラーカット、真ん中だけレギュラーカットになってるっていうグローブになってます。そのねグローブもね結構僕個人的にはいいと思うんですよね。着用したことがないんでなんと見えないですけど、確かセレッソ大阪の、キーパーがつけてます。また名前ど忘れしちゃいましたけどコメントください、忘れちゃいました。まあこのパームを確かつけていたと思います。このグローブはね多分ねかなりね包み込む感じのキャッチングができるので、まあなんでしょうね、手がちっちゃい人とか結構おすすめなんじゃないですか。で値段も5,000〜6,000円なんで安いですよね。でプーマのいいところってこういう安いグローブでもめちゃくちゃクオリティ高い、特にパームのクオリティが高いところ本当にすごいなと思って、これはそうですね、あーソールドアウトになっちゃってるか、かっこいいなと思ったらソールドアウトだったんですけど、でまだまだ、ある販売しているね、グローブもあると思うのでぜひ皆さん買ってみてください。気になる方は、何がやっぱプーマってね値段そんなに高くないのにクオリティが高い、これが本当にすごいと思います。僕もね高校サッカーずっとやってる時は基本的に練習用はもうプーマのグローブを3束か4束ぐらい、1束5000円なんで3束買っても1万5000円で、それを、ずっとね毎週回してるとなかなかねグローブ壊れないんでコスパはいいですよ、めちゃくちゃ。あとはまあ試合用に使ってたグローブを下ろすっていう、まあ大体3から4のグローブを使い回してましたけど、やっぱりプーマいいですね。うん、まあ、個人的には最後まあアディダスつけたりとかHO っていうグローブをつけたりしたんですけど、こう歴代振り返ってみると一番多いのは実はプーマのグローブなのかなというふうに思います。耐久性もあってねグリップもね全然落ちないんですよ。ちょっとね今こうホームページを見ながら見てるんですけど、グローブ久々にプーマつけてなって思ってます。はい、こんな感じでプーマフューチャー 2SGG から、話がそれるという感じで、紹介してきました。どうですか皆さん、プーマに関する印象、まあ、壊れやすいって人もいると思うんですよね。結構穴開いたりとかすぐするんで、まあ、そういう印象を持っている人も少なくないんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうか皆さん、ぜひぜひ皆さんコメントで共有していきましょう。いろんな意見あると思いますし、まあ、プーマね言い悪い、かっこいい、かっこ悪いあると思います。皆さんの意見をねぜひコメント欄で教えていただければというふうに思います。はい、ちょっとね話忘れてたんですけど、プーマキングについて、軽くね触れたいと思います。まあプーマキングはね多分2019年から出てないんですけど、もうシンプルな、ほんとシンプルなレギュラーカットのグローブ、何にもありません。もう昔ながらのグローブっていう感じで、メインは黒に金色のプーマのマークが入ってパームは白っていう、本当にねこのシンプルなグローブ、まあ大人好みなクラシックなグローブですよね。まあこのね、グローブに慣れている方、このグローブが結局一番だなっていう方も多いんじゃないでしょうか。まあただこのグローブ確かちょっとだけ薄かった気がします。 4mm というもののあまり僕はね好きじゃないかな個人的には、という風な記憶があります。はい、ちょっと駆け足になりましたが、プーマキングのグローブの紹介でした、ということで皆さんプーマに関していかがだったでしょうか。ちょっと駆け足でね今回は、プーマウルトラグリップ、プーマフューチャー、またプーマキングについて触れてきたりとか、まあ、プーマのグローブの特徴について紹介してきました。まあ原稿からね相当出てたりとか値下げされてるグローブも多いので、
まあ、キーパー始めたてでできるだけいいグローブが欲しいとかアディダスとか合わねえなって方、プーマをこうちょっとなんか気嫌いしてる方、ぜひねチェックしていただきたいグローブだと思います。本当にねプーマのグローブいいですよ。なんか意外と着用してる人が少ないんですけど、僕はプーマもっとねグローブ、まあ、中学生年代高校生年代の間でも流行っていいんじゃないかなというふうには、思います。なのでまあ僕自身も今度ね、まあ、アンドサッカーの方でもいいですけどグローブ購入して久々にプーマの日黒をつけて紹介していきたいなというふうに思います。ということで今回の、グローブラジオ以上になります。まあ10分ほど、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ということで、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。皆さんぜひぜひ、コメントください。またこのメーカー紹介してとか、いうふうにコメントいただけたら幸いです。ということで、今度は何のグローブにしましょうか。まあ、全てのグローブメーカーやるまで、このラジオを続けていきたいと思うのでぜひ最後まで、次の動画も皆さんお付き合いください。ということでさようなら。Everything I do now.